美濃部町 A バスは山梨県南駒郡美濃部町を運行するコミュニティバスである。旧中富町域を走行していた中富町 A バスと旧下部町域を走行していた下部町 A バスが2004年と呼ばれていたが、2010年7月1日より有料化され統一されている。また、山港タウンコーチのバス路線が存続していた旧美濃部町域を走行する路線は存在しなかったが、 2017年4月1日より、旧美濃部町行きを走行する路線が新設された。なお、運行主体は美濃部町であるが、他交通、公共交通との兼ね合いから一部路線は、市川三里町や藤川町に乗り入れている。2017年4月1日より、路線の再編を行い、80条バスとして、美濃部町が直接運行する、古籍会言わません。 古石循環線と山梨交通が身延町から受諾して運行する身延梶じか線の三路線体制となっている身延梶じか線専用車大人200円。高校生以下無料休日と年末年始は全路線運休。ありがとうございます。